大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ今回は U の魂裏ということで、前回行われた U の魂シリーズ、見事に鈴木みのるが初代王者チャンピオンになったんですけども、あの時あのレスラーが出ていればどうなってたかっていうのが何人かいたんですね。堀部真志、そしてゲイリー・オブライト、まあゲイリー・オブライトはまあ出てたんですけどね、ハンス・ナイマン、ジョシュ・バネット、そしてゲイリー・オブライトはたった一度負けただけで、決勝トーナメントに出場することができず、しかもその負けた相手鈴木みのるが優勝するということでした。この恨みつらみではないですけどね、裏で本当は誰が強かったんだということで、開催してみます。1回の動画で3試合ずつ、で2回に分けてお届けしたいと思います。まあ見ながらでいきましょうかね。というわけで堀部真志対ゲイリー・オブライトの試合からお届けしてまいります。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスチーム版、はい、PC 版のコンピューター同士の対戦にアーダコーダー実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクドニシオカが実況を務めさせていただきます。で、初めてご覧になられる方もおられるかもしれないので一応説明をしておくと、今回、このファイプロワールドで戦わせている、のが U の、まあ、魂という企画、UWF の、に関わりのあるようなレスラー、 UK、 いわゆる UK のレスラーですかね、を集めて戦わせるという企画を行いました。でそこで、優勝したのが鈴木みのるということで、まあ、そこは一旦幕を閉じたんですけども、その時に、まあ、エントリー漏れ、あ、しまったと思って後から忘れてたっていうレスラーが、何名か出てきたり、その時に、まあ、通常のプロレスでは、そんなに必要ないかなということで、とりあえずエキシビジョンという形で登場させた、レスラー、この堀部真志ですよね。でエキシビジョンで見事、ジャイアント属性、なかなか勝てないと言われる、グレートゼブラ、ザ・グレートゼブラを破ってしまうという快挙を、成し遂げると。じゃあそれが実際戦ってみたらどうなってたんだろうなということをいろいろまあコメントをいただいたりもしたので、まあ今回、ちょっとやらなあかんなと思いつつほったらかしてたので、いつもやってる本企画のちょっと時間稼ぎも兼ねて、させていただきます。で、ルールの方については、右下にラウンド1と出てますが、1ラウンドのみで30分の1本勝負となっております。勝敗についてはプロレスと同じまずルールである3カウントおよび、ギブアップでの勝敗が、つくことになってますが、それに加えてこのルールは、ダウンカウントが入ると、ある程度ダメージを負った、レスラーが倒れた場合レフェリーがダウンカウントを数え始めます。このダウンが5回、5ノックダウンで、試合終了、もしくは、10カウント以内に立ち上がれない場合試合終了というルールになっております。あと、場外へは、ランパージャックルールというのを採用させていただいているので、場外に落ちた場合、自動的にレスラーは戻されるというふうになります。あとロープチェックは、オンになってますのでロープブレイクがあり、UWF の、 よく言われた、カウント、何カウントでしたっけ、ロストポイント制や、あれはなかなかファイプロでは再現できないので、まあ、だから UWF のロストポイント制ぽい今発音がおかしかったですね、ぽい、試合を再現しているということになります。さあというわけで、いきなりゲイリー・オブライトが流血しています。でゲイリー・オブライト今回選ばれた理由は、先ほども申し上げた通り、リーグ戦全勝で来てて、
で、同じブロックにいた鈴木みのるに、同点決勝じゃないですけどもね、同点で、負けてしまって、その1試合負けただけが痛い黒星で、決勝リーグに上がることもできず、そのまま消えてしまう。これはもったいないと。でそれまでを知るこの WMW ファンであれば、ゲイリー・オブライトがここまで強かったかというようなことが、せっかくここまで来たのにと言えるとこだったんですけどもということなんで、ね、じゃあそれはちょっともったいないから一回じゃあ戦わせてみようというのが、本音です。で、対する堀部正志はご存知、国宝の始祖というか作った人ですかね、なんて言ったらいいの、そういうの創始者。もともとお父さんがなんかあのボディーガードかなんかやってはって、とかですよね。でもかつてはアントニオ猪木が、国宝を習うために最初入り口は入ったんですけど、そこから新日本プロレスと、関わりを持つようになって、あのビッグバン・ベイダーの生まれた、物語の中後ろにはこの堀部さんがいたというのは有名な話ですよね。ちょっと前に僕も知ったんですけどね。さあというわけで、ダウンカウントが数えられてます。これが、今現在ダウンカウント1ということになるわけですね。でもちろん5のダウン、もしくは、10カウントまでに勝敗が決まることもありますが、ゲイリー・オブライトとしてはこれでダウンカウント1を奪って有利な展開と思っていたんですけども、さあこれでダウンカウント1ずつ、そしてゲイリー・オブライトの腕が伸びてますので、これがどう影響するか。ゲイリー・オブライト当然スープレックスで相手にダメージを与えたいんですけども、この腕が影響をするはずです。で、あの試合にはほぼ影響ないと思うんですけども、今回あのこのファイプロ的に言うと SWA 公式ルールマッチ、は反則が、チェックされないというんですかね、反則が認められるって言ったらいいのかな、反則を取られないんですね、というちょっと特殊ルールになる。これはもうあのデフォルトってやつですか、最初からそういうルールになってるので、特にもう僕が何かわざと選んでるとかではないですからね。さあ試合時間13分、ここまでダウンカウント1ずつということは、お互い相当ダメージが溜まってきているのではなかろうかというところ。今ダブルアームスープレックス行きたかったところ、あー決まってしまった。堀部正志強いな。ゲイリー・オブライトも先にダウンを奪ったんですけども、コッポー堀部正志、実は強かったということですね。試合時間13分26秒、ドラゴンスリーパーにより、堀部正志がゲイリー・オブライトからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 90% ということ。いやーゲイリー・オブライト、まあまあね、惜しかったかなという。で、では次の試合いきましょう。ハンス・ナイマン対ジョシュ・バーネットの試合ですね。では行きます。はい。でハンス・ナイマンについてはかなり以前に、この WMW のリングにはもう上がっていたんですけども、なぜか今回、エントリーするのを忘れてて、あれやということで、お客様という視聴者の方から、いやハンス・ナイマン見たかったなっていうコメントを多数いただきまして、いやもう今更後戻りはできないんです、すいませんということで、そのまま、突っ張らせていただいたんですけども、まあそれを中途半端に僕が、じゃあちょっとだけやってみましょうかって言ってエキシビジョンやればやるほど、いや余計見たかったなと。確かハンス・ライマンエキシビジョンで 2,3 試合やりましたけど全部勝ったんですよね。なので余計このその U の魂という企画に、出ていると出ていたらたらればですけどね、どうなったんであろうということを言われてしまうわけなので、まあそれもねちょっと解消するためにというのもあります。
で、ジョシュ・バーネットもそのハンス・ナイマンよりももっと前に作ってたんですけども、ちょっとね今回ジョシュ・バーネットについてはね、そのなんて言うんでしょう、正直ロジックでこうすごい納得した出来ではないというところをちょっと逃げとさせていただいて、人数合わせで今回入れたみたいなもんですかね。ただまあその U の魂に出場していてもおかしくなかった、かつて UFC でも活躍してパンクラスとかも上がってたんでしたっけ、新日も上がってましたもんね、あくまでもプロレスラーとして、鈴木秀樹との IGF イノキゲノムフェデレーションの時の試合が、すごくいい試合で、キャッチアズキャッチキャンでありながらちゃんとプロレスもできるというようなのをするのが、ジョシュ・バーネットですね。今はもうさすがに現役を退いて、コーチ的な指導者側に多分回ってるとは思います。ジョシュ・バーネットはね、なんとなく僕も知ってるんですけど、新日に繋がってることを一番見てたのかな。それ以外も多分ご存知の方多いと思いますけど、僕が知ってるのは新日の時ぐらいですね。さあハンス・ナイマンの、ナイマン蹴り、で今回一応もう一回チェックしましたけども、クリティカルはありになってます。普通ですね、出る確率としては。ちなみに砂漠レフェリーは和田良角さんということで、ナイマンが打撃で圧倒していくか、投げ技が、ジョシュ・バーネットを組みついて出ればまだ可能性はあります。まあ、ナイマンは普通にナイマン蹴りで KO できる可能性があるので、これ大きいですよね。さあ差し合い、膝蹴りの連打からハンス・ナイマンは一応寝技にも行きますけども、それほど寝技がすごい上手いわけではないですよね。さあ打撃、うおー、ナイマン蹴りつないでいく、で腕しぎ、これはナイマンが圧倒してる。ジョシュ・バーネットもそれほど、おお、これキャプチュードが出た。おお、これで先にダウンを奪ったのはジョシュ・バーネットの方でした。さあこれはダウンではないですけど、おお、タックル入った。おお、これを下から切り返す。試合を優位に進めてたのはハンス・ナイマンだと思ったんですけども、やはりキャプチュードの一発の技のダメージの大きさ、これでひっくり返したという感じ。おー、ミドルキが入った。倒れてもすかさずそのままダメージを与えていくあたりがジョシュ・バーネットはこう、うまさというかプロレスの良さを、良さ、うまさを知ってる。さあ今度、おハンス・ナイマンが投げていく、下から蹴り上げるジョシュ・バーネット、あ、腕を取られる。で本来であればね、やっぱりこのブレイクの時に、カウントが入るようなロストポイントするようなやり方がいいんですけども、おお、さあジョシュ・バーネットが追い込んでいるような気もしたんですけども、あ、ミドルキック一発で倒れましたね。っていうことはハンス・ナイマン初めての敗北なるかというところですが、これも一進一退と言ってもいいでしょう。ただちょっとハンス・ナイマンがスタミナ切れを起こしそうな気がするんですよね。フィッシュストレッチスリーパー、ミドルキック、ここに来てジョシュ・バーネットがペースを完全につかみましたね。ハンス・ナイマンがちょっと押されて、ただハンス・ナイマン、ナイマン蹴り、お互い、関節は取ってますけども腕が伸びたりとかっていうのはなさそうですね。さあ膝を持っていく、
あーこれでダウン。ジョシュ・バーネットも一度目のダウン。一応左上の方に、名前の横に丸がついてると思いますが、これが、ダウンカウントと一応しています。さあ今ぶっこ抜きのジャーマンを見せましたね。おナイマンのミドルがジョシュ・バーネット当たっても倒れませんけど、ナイマンはミドルキック食らって倒れましたね。っていうことは体力差で言うとジョシュ・バーネットの方が体力余裕がある状況。おお再びジャーマン、これで3カウント入れば、うわー決まったー。ナイマンが負けましたね。これはまたこれで番狂わせというか、いや、試合時間13分11秒、ぶっこ抜きジャーマンスープレックスホールドで、ジョシュ・バーネットがハンス・ナイマンから3カウントを奪った試合でした。さあ、これどうしよう。今回3試合やろうと思っていたんですけども、ナイマンとゲイリー・オブライトやった方が、いや最下位決定戦よりも堀部とナイマンでいきましょうかね。打撃中心の2人でやっとけば誰が勝つかまだわからないっていう感じになるでしょう。今回は3試合なんでね。では3試合目お届けしてまいります。ではいきましょう、どうぞ。いやーハンス・ナイマンが負けるかとなると、堀部がこれ5点、ナイマンが、0点という状況での戦いとなりますね。これはちょっと打撃中心の戦い。堀部雅史はね、まあ、そもそも堀部さんのことを僕コッポがすごい興味があるとか好きとかよく知ってるとかでは全然ないんですよ。そもそもこの堀部雅史を、作ろうとしたきっかけは、WMW でいうところの、ジャイアント属性、ジャイアント馬場、アンドレ・ザ・ジャイアント、ビッグショー、ザ・グレート・ゼブラ、このファイプロでいうところの、レスラーのスタイル、スキルがジャイアント、その返し技のスキルもスタイルもジャイアントを持つレスラー、それ と、体のサイズが G サイズ、ジャイアントの G ですね、 L よりも一つ大きい、この組み合わせがあまりにも強すぎると。でどうしても勝てないのかってなると、いくつかヒントはあるはずだと。でそのヒントの中の一つが、相手レスラーと組んだ時に、これですね、今の張り手、顔面張り手、もしくは、トーキック B、 あとは顔面かきむしり、この辺ですね、相手にある程度多分低いと思いますけども、多少のダメージを与えた上に、フラフラにさせるという技、組んでからね、この基本技を、出した後に技の出が早い浴びせ蹴りを決めることができれば、相手に技を返されることなくダメージを与えることができるのではというのが、そのジャイアント対策、ジャイアント属性に、勝てる方法ではないか。でそれをできるレスラーって誰かいるかってなると、まあまあね、それは船木とか、ライガーとか猪木とかっていうのがあったんですけども、でもな、船木にしてもライガーにしてもそういう技だけで構成するのは難しいなと。当然ロープワークもあったり、ボディスラムをしたりとか、まあ船木はまたちょっと別ですけどね、ということがあったんで、一番そういうのが似合うのは、堀部雅史だろうということになったわけですね。じゃあもう徹底して小手正打、そして浴びせ蹴り、あと多少のキック、
そして、コッポーが使いそうな関節技、ドラゴンスリーパーとかコッポーの技を応用したというのが確かあるはずですよね。源流はコッポーにありみたいなのがあるはずです。で、まあそれだったらということで徹底して作ったのがこの堀部雅史。いや浴びせ蹴りが出えへんな。まだでもダメージが低いからか、いやある程度ダメージがあったらもう出えへんのかなということです。なのでこの堀部雅史は多分皆さんにお披露目したのは、ザ・グレート・ゼブラとの戦いぐらいしかなかったんじゃなかったっけな。もちろん僕は、何試合かテストマッチを普通のっていうかプロレスラーと戦わせたりしたんですけどね、ノーマルルールで。もちろんそれは動きをチェックするためとかですから。おお、でもハンス・ナイマンを圧倒とまでは言いませんが、打撃でダメージを与えているのはコッポー恐るべし。ハンス・ナイマンがこのまま負けてしまうと2連敗と。そして堀部雅史が勝ったらコッポー2勝と2連勝今さあ、これは一方的になってるのか。いや、まだもちろんこのね、翔帝がすごいタイミングよく、あと当たり判定がでかいって言ったらいいんですかね。わあ、しかしナイマン切り。ハンス・ナイマンもこのままでは。ハンス・ナイマンもでもね、立ち技に持っていきたいところかな。さあこれどうだ。いや、あー、ダウンが入った。さあこれでダウンカウント1。おお、今の見事回し蹴り。さあここに来てハンス・ナイマンの方がペースを握って、あ、これですね、今の顔面張り手。あれで相手レスラーはフラッてするんで、その間にハンス・ナイマンはナイマン蹴り。ただこれは優先動作でつなぐことができないんですよね。そこはちょっと難しいです。相手がフラフラの時にどんな行動をするかというロジックを、うまくつなげることができるかどうかは僕もその時の運みたいなのはありますね。ああ、これはさあ打撃でハンス・ナイマンが一気にペースを奪い返した。いや、今のあれだけ当たらなかった回し蹴りが今度当たりまくる。さあ堀部このままで終わるのか。ハンス・ナイマンスタミナをこれ回復されると大きいですよね。ガンガン攻めてこられる。当たる。さあ堀部このまま沈んでしまうのか。でナイマンが勝てば、ゲイリー・オブライト以外が全部1勝と。やっぱりゲイリー・オブライトはダメだったのか。いや、後半戦どうなるかというところですね。お、いや、堀部もまだまだそう簡単には死なず。うわー、ハイキックが入る。堀部にもハイキックがある。腕しぎ。ハンス・ナイマンまだ耐える。試合時間は間もなく14分。ナイマン蹴りが当たらない。さあ現在ダウン、わー、これどうだ。こういうのはなんかコッポーにないかもしれませんけど、僕の中ではイメージ的にコッポーっぽくていいんですよねっていう話をしてたんですよね。ちょっと待って、これ堀部3度目のダウンですよね。さあ、お、今の前蹴りちょこんと2連続で当てて腕しぎ、脇固め、小手アッパードラゴンスリーパー、きました。キックボクシング対コッポーの試合という意味で言うと、ナイマン打撃で負ける。いやー、これはやっぱりやってみな分からんな。試合時間15分5秒、ドラゴンスリーパーで堀部雅史がハンス・ナイマン
からギブアップを奪った試合でした。堀部は多分ダウン3つ取られてですから、まあ、大逆転と言ってもいいですよね。いやー面白いな、これは良かった。はい、というわけで、前半戦3試合が終わりました。堀部雅史が2連勝を飾ってこのまま、優勝するのか、はたまたゲイリー・オブライトもしくはジョシュ・バーネットがそれを抑えるのか、ハンス・ナイマンは、やっぱり勝てなかったの。いやでもハンス・ナイマンあの時強かったのにな。まあゲイリー・オブライトとやってどうなるかとかね、というのを次回、後半でお見せしたいと思いますので、今回はこの辺で、終わりにしておきます。間違えないようにセーブをしておきましょう。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございます。よかったら次回も見ていただけたらと、あとチャンネル登録もよかったらお願いします。というわけで U の魂裏前半戦でした。ではまた。 Thank you.